イーグル軍はアメリカ合衆国コロラド州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は52,197人であり、2000年の41,659人から25%増加した。コロラド州の軍では人口で第13位である。軍庁所在地はイーグルであり、同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域のエドワーズである。 軍名はイーグル川にちなんで命名された。イーグル軍と隣接するレイク軍の全体がエドワーズショートを構成している。イーグル軍は1883年2月11日にサミット軍西部が分離してコロラド州議会によって創設され、軍内を流れるイーグル川から軍名が取られた。軍庁所在地は当初レッドクリフに置かれたが、1921年に イーグルの町に移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1691.80平方マイルであり、この内陸地は1687.88平方マイル、水域は3.93平方マイルで、水域率は0.23%である。イーグル軍の地図、緑の地域は、ホワイトガー国立の森、黄色の地域は、 アメリカ合衆国土地管理局が管理する地域。東西に走る赤い線は、週刊高速道路70号線であり、イーグル側に沿っている。軍領域の大半は、ホワイトガー国立の森であり、残りの土地の多くは、アメリカ合衆国土地管理局が管理する地域となっている。週刊高速道路70号線が軍内を東西に横切っている。イーグル側は、 軍の南東部に発している。ダウズジャンクションでゴアクリークと合流し、さらに西でコロラド側に注いでいる。フライングパンガーとローリングフォーク側が軍南性隅を横切っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。